こんにちは。車が大好き、せいです。さて、最近は動画本数が多すぎて、どの車のどんな情報がどこにあるのか分かりにくいという声にお答えして、内外装レビュー、試乗、そして燃費計測の動画を1本にまとめました。時間は長いですが、チャプターもこまめに入れてあるので、ぜひご覧ください。では、どうぞ。なお、今回の動画はトヨタカローラ大分本店の協力で撮影させていただきました。こちらのお店では広い展示スペースを生かしてたくさんの試乗車や展示車が用意されているので、興味のある方は気軽に立ち寄ってみてください。さて、この新型シエンタですが、車体のサイズは全長、全幅ともに先代と同じサイズとなっています。最近は海外市場を重視して多くの車種で大型化が進んでいますが、そんな中において今まで通りのサイズを維持しているというのが、日本での使い勝手を大事にしてくれているなぁと嬉しくなりました。その上で最小回転半径が先代の 5.2 メートルから5メートルへとさらに小回りが効くようになってるんですね。ホイールベースが先代と全く同じなので、それだけ前輪の打角が増えているんでしょう。しかもタイヤの直径も少し大きくなっているので、タイヤハウスの空間が大きく確保されているんだと思います。車は年代が進むほど安全面や環境面の問題から装備しないといけないものが増え続けているんですね。ハイブリッド車ならなおのことです。そうなると当然様々なスペースが圧迫されるわけですが、その上でステアリングの打角が増えているということに驚きました。まあ、そういった難しい話は抜きにしても、撮影中車の場所を移動させる機会があったんですが、小回りがよく効くし、車幅感覚もつかみやすいし、で、狭い場所での運転が全く怖くありませんでしたね。安全性に関しても大幅に進化しています。例えばシャーシーは今回からトヨタの次世代プラットフォーム TNGA を採用しているので、より軽量かつ光合成なものとなっています。運転支援機能も充実していて、歩行者を検知したら近づきすぎないようにステアリング操作を支援したり、減速支援する機能までついているんですよ。他にも万が一の急病や事故、煽り運転の被害にも対応してくれる SOS ボタンも標準装備となっています。また床が低いので子供も乗り降りしやすいし、先代よりも車高を上げることで室内高やドア開口部の高さが高くなり、大柄な男性も乗り降りしやすい車へと進化しています。そして乗り降りといえば、新型ノアやボクシーにも採用されて、子育て世代から好評のハンズフリーパワースライドドアも装備されているんですよ。寝てしまったお子さんを抱えたままでも、ドアの下に足を差し込めばスライドドアが自動で開いてくれます。さらに車内の快適性にもこだわっています。なんと2列目シートの上あたりにサーキュレーターがついているんですね。このおかげで夏は涼しい空気を、冬は暖かい空気を後ろの方にも流してくれて、車内全体の室温を均一に保ってくれるんですね。これは嬉しい装備です。手をかざしてみたんですが、風量もしっかりとしたものでしたし、さらにこのフラップのようなもの、これを上下に動かすことで風向きの調整も可能となっています。外観も見ておきましょう。シルエットは斜めに切り上がった短いボンネットとなだらかに続くフロントウィンドウ、そしてわずかに弧を描きながら後ろまでまっすぐにルーフが伸びていって、一番後ろで真下にストンと落ちるバックドア形状と、歴代のシエンタを継承した形となっているんですが、顔つきは角を丸めた四角のような柔らかいものとなり、フロントグリルのサイズも控えめとなっていて、先代の結構攻めたいかついデザインから大幅に変わりましたね。大きなテールランプも非視認性がいいだけでなく、コミカルな可愛い印象も与えてくれますね。点灯するとこんな感じで
たくさんの丸が光っているように見えます。後ろから引いた絵だとこんな感じですね。ヘッドランプは上級グレードの Z がバイビーム式の LED で、ターンランプとクリアランスランプも LED となります。それ以外のグレードは二灯式 LED のヘッドランプと電球のターンランプとクリアランスランプになります。色使いも先代のパキッとした原色からアースカラーと呼ばれる柔らかみのあるものへとラインナップが変わっていますね。キャンプなんかで映えそうな色をしていますね。 SNS 上でも可愛いと評判のようですし、それだけユーザーの好みも変化してきたということでしょう。とまだまだ紹介したいところはあるんですが、残りは各パートでの解説に回したいと思います。では車内を見ていきましょう。この車はスマートエントリーなので、ドアノブに手を触れるとドアミラーが自動で展開します。そしてドアを開けてみると、さすがはシエンタというべきですかね、めちゃくちゃ広い開口部が現れます。足元のスペースもかなり余裕がありますね。サイドシルも高さは控えめとなっていますが、横幅はなかなかしっかりとしたものになってますね。これならかなりの強度を出してくれてそうだなって感じます。加えてセンタートンネルも幅広かつ結構しっかりと上に出ていますね。こういった部分からも高いボディ剛性が期待できますね。ドアの開き角も十分なんですが、思ったよりは開かないんだなという印象が最初ありました。ただこれ実際に乗り込んだ時に分かったんですが、これ以上開くとドアの取っ手に手が届きにくくなるんですね。そのためあえてこの角度に押さえてあるんだと思います。またドアの取っ手には指をかけやすいように網状の段差がつけられています。細やかな配慮ですね。ドアトリムは肘掛けの部分がファブリック素材となっていて、少しクッション性があって触り心地のいいものとなっていますね。それ以外の箇所はすべてプラスチック素材となっています。こちらはパワーウィンドウなどの操作スイッチ類ですね。すべての窓で自動で全開全閉ができる仕様となっています。こちらは一番下にあるドアポケット、結構サイズ大きめですね。またボトルホルダーも1リットルぐらいのサイズまで入るようになっています。試しに500ミリリットルのペットボトルを置いてみたんですが、ご覧のように逆にちょっとグラグラと動いてしまうというぐらい大きなものとなっています。助手席側はさらに背の高いボトルが置けるようになってますよ。またすぐ隣のドアポケット部分、ここには500ミリリットルペットボトルなら2本並べて置けるだけの奥行きが用意されています。この飲み物をたくさん用意できるっていうのがアウトドア好きにはとてもありがたいですよね。ではそろそろ車内に入りましょう。床が低くて天井もたっぷりと高いので乗り降りが楽ですね。またステアリングは上下方向だけでなく前後方向の調整も可能で、各ペダル類の配置も自然なところに来てくれるので足が楽ですね。先代のシエンタではこのペダルの位置がちょっとこう足が疲れるなっていう感覚があったんですが、それが解消されているように感じました。ではドアを閉める音も聞いてみましょう。ボディ剛性の高さを感じられるしっかり感のある音ですね。こちらは運転席からの視界です。一つ一つの窓が大きくて、ドアの上端部分やダッシュボードの高さが低く抑えられているので視界はかなり良好ですね。フロントウィンドウの角度は結構寝かせ気味となっていますが、それでも運転席から遠いところにあるので圧迫感などは全く感じませんでした。ドアミラーそばにも三角窓がついているので死角が少なくて安心ですね。こちらは後部座席のサイドウィンドウ、四角くてサイズもでかいので周囲の確認がしやすいし、後部座席に座っている人も視界が広く保てるので圧迫感を感じることは全くありません。その後ろにはクォーターウィンドウ、こちらの窓もしっかりと大きめサイズとなっているので斜め後方の確認がしやすいですね。リアウィンドウもでっかいですね。上下幅もしっかりとあるので
駐車場での取り回しの時にもリアビューモニターに頼ることなく普通に運転できちゃうほどです。こちらは運転席周り、センターコンソール類、ダッシュボードといった前方の内装周りですね。外装と同様に角が丸められた四角をモチーフとしたデザインとなっていて、柔らかめの印象となっています。こちらも先代と比べて大幅にイメージが変わっていますね。こちらは運転席周り、ステアリングスポーク上には各種操作スイッチ類が並んでいて、その奥のメーター類は7インチの TFT 液晶が備わっています。左右にはそれぞれ水温計と燃料計がついていますね。ステアリングの右奥にはカップホルダーが備わっています。四角い紙パックの飲み物にも対応していて、様々なサイズに対応するためのフラップもついていますね。試しに 500ml のペットボトルを置くとこんな感じでした。その下にはパワースライドドアなどを操作するためのスイッチ類が並んでますね。こんな感じで運転席側から開閉が可能となっています。ステアリングの奥のダッシュボード部分にはアッパーボックスも用意されていますよ。ここにマスクを置いておくとちょうど良さそうですね。パーキングブレーキは足踏み式となっています。マイナーチェンジで電動になるのを期待したいところですね。こちらはセンターコンソール類ですね。一番上には10インチのディスプレイオーディオが備わっています。ディスプレイオーディオとはいうものの、ご覧のようにカーナビ機能もついていますよ。またこの車は運転支援用の単眼カメラがドライブレコーダーの機能も兼ね備えているんですが、その映像をこの画面で確認することができるようになっています。また画面横のビューボタンを押すと、ご覧のように車体周辺の様子やフロントカメラによる前方左右の様子が確認できるようになっています。私は見通しの悪い交差点でこのフロントカメラの映像をすごく重宝するので、このビューボタンが押しやすい位置にあるっていうのが本当に嬉しいですね。その下にはエアコンの操作パネル類、右側のダイヤルで温度調整、左側のダイヤルで風量調整となっていて、左右独立での温度調整には対応していません。こちらはシフトレバー、上級グレードの Z のハイブリッド車のみご覧のようなレバーを操作すると中央に戻ってくるタイプとなっています。それ以外のグレードはストレート式となっています。その左隣には USB コネクターがついています。タイプ A とタイプ C の2種類ですね。その下には小物入れも用意されています。カタログでは USB ケーブルでつないだスマホをここに置いておけるとなっているんですが、ちょっとこう座りが悪いんですよね。いろんな置き方、向きを試してみたんですが、どう置いてもこうスポッと綺麗にはまらなくって、で深さもちょっと浅いので、走行中グラグラと揺れてそのままポロッと落ちてしまいそうだなという不安がありました。その下にはシートヒーターやステアリングヒーター、そして100ボルト電源のスイッチが並んでいます。さらに下、一番下の部分には先ほど紹介した100ボルト電源と12ボルト電源が用意されています。助手席の前のダッシュボード部分には小物置きのスペースが用意されています。ボックスティッシュも置けるほどの大きさですよ。またこれの面白い機能として、正面に見えるフック、それとグローブボックスを開けた時に出てくるフック、これを利用してゴムバンドで荷物を固定することが可能となっています。こちらはシート、結構厚みがあって、かつクッションもしっかりとした反力があるので、体がグラグラと動きにくく疲れにくいものとなっていますね。またサイドサポートもミニバンにしてはしっかりと前に張り出していて、ちゃんとした硬さもあるので、峠などでもしっかりとホールドしてくれそうですね。シート座面も同様にしっかりとしたクッションとなっています。左右の張り出し、サイサポートは乗り降りを重視してのことでしょうね。柔らかめのものとなっています。ヘッドクリアランスは身長178センチの私で握り拳3つ分強となっています。かなり高いですね。こちらはサンバイザー、天井が高いためかなかなか大きめサイズとなっています。中にはバニティミラーもついていますね。ランプはついていません。オーバーヘッドコンソールには先ほどもちらっと紹介した SOS ボタンと
ルームランプが備わっています。では2列目シートも見ていきましょう。この車は両側パワースライドドアとなっています。加えてハンズフリー機能もついているので両手が塞がっている時など便利ですよ。ドアの開口部も横幅、高さともにたっぷりありますね。床も低く抑えられているので子供から大柄な男性まで誰でも楽々乗り降りできるものとなっています。実際に乗り降りしてみると頭周りのところ余裕がたっぷりあって楽だなって感じました。膝前スペースも握り拳3つ分強といったところですね。余裕たっぷりとなっています。また運転席の背面にはタイプ C の USB 端子が2つ備わっています。スマホホルダーも用意されているので置き場所に困ることはありませんね。シートの形状は折りたたむことを意識してのことでしょうね。まっ平らなものとなっているんですがクッション性自体は前のシートと同様しっかりしたものとなっています。サイドウィンドウにはサンシェードもついているので眩しい時もこれで安心ですね。後ろに少し隙間ができますが窓ガラスのこの部分には眩しさを抑える加工がされているので安心です。ヘッドクリアランスは握り拳2個分となっていますね。後ろの席も余裕たっぷりです。またこちらは先ほども紹介しました天井サーキュレーターですね。これのおかげで後ろの席も快適に過ごすことができます。では3列目シートも見ていきましょう。2列目シートを折りたたむことで3列目シートにアクセスできるようになります。こんな感じですね。そして膝前スペースは2列目シートを一番前にスライドさせた状態でも私の身長だと膝が背もたれに当たってしまいますね。ただ椅子の下のスペースはかなり広いのでつま先は全く窮屈さを感じませんでした。またこの状態でも2列目シートと1列目シートの足元はまだまだ全然余裕があります。ヘッドクリアランスも握り拳がギリギリ1個入らない程度、そのぐらいの余裕がまだあるので結構快適ですね。では最後に荷室を見ていきましょう。シエンタならではのでっかいバックドアを開けてみると3列目シートを展開した状態だと広いとは言い難いスペースしかないんですが、それでもちょっとしたカバンとかなら置くことができますね。デッキボードの下には補給バッテリーが配置されています。おそらくエンジンルームの中にはもうこれ以上余裕がなかったんでしょうね。ただ熱に弱いバッテリーにとってはこちらの方がずっといい環境となるので長持ちしてくれそうですね。では3列目シートを格納しましょう。まず2列目シートを一番前にスライドさせてから左側のシートから順番に折りたたみます。そしたら3列目シートの背もたれを倒して後ろについているタグを持って前に押し込むとそのまま床にダイブインします。こんな感じですね。あとは2列目シートを元の位置に戻して背もたれを立てて後ろまでスライドさせれば完了ですね。今度は一気に実用性しかないというレベルの荷室が現れました。横幅は約127センチ、奥行きは99センチ、高さはなんと110センチもあります。奥行きも普通にたっぷりあるんですがこの高さがあるおかげで相当大きなかさばる荷物も余裕で積み込めますね。ベビーカーなんかも折りたたまずにそのまま積むことが可能です。さらに床の高さも50センチとかなり低く抑えられているので荷物を置いたり出したりがすごい楽なんですよね。腰掛ける時にもちょうどいい塩梅となっています。バックドアもいい日差しとなってくれるので家族で出かけた時に子供やペットが遊んでるところをここで休憩しながら眺めるといったことも可能ですね。では最後に2列目シートを折りたたんだ状態も見ておきましょう。ご覧のように引っ越しでもするんかってぐらい広い空間が現れます。奥行きは約150センチあります。試しに座ってみると握り拳2個分以上の余裕がありました。この開放感すごいですね。また斜めに寝ればギリギリ足を伸ばしたまま寝れるなという感じでしたね。また5人乗りタイプは奥行きが最大で約205センチとなるので車中泊での使用を考えている人は2列シートのタイプを選ぶといいでしょう。
ここまで新型シエンタの内外装をじっくりと見てきましたが、まとめとしましては、様々な先進装備や快適装備を盛り込みつつも、これまでと同じサイズに抑え、その上で取り回しのしやすさも向上していて、ファミリーカーとしてさらに高い次元に到達した車になっているなと思いました。今回はトヨタの新型コンパクトミニバンシエンタの試乗です。この車、ハイブリッドシステムですね、あれが最新のものになっているということで、どんな走りをしてくれるのか楽しみです。では早速出発しましょう。では道路に出ます。これ左側のこの車幅感覚つかみやすいですね。お、なんか自動でどんどん減速してます。今前が赤信号なので、減速しようと思ってアクセルから離して、でもう少ししたらブレーキ踏み始めようって思ったら、今自分で勝手に今回生ブレーキですね、これかけながら自動で減速していきました。あ、これなんかカタログで見たな。まあ他の車にも最近ついてるんですけど、前に車がいる時にアクセル緩めると結構強めに減速するっていう機能ですね。ただこれ今までの車以上に反応がかなり手前から、かつ滑らかですね。滑らかっていうか結構自然な感じで減速してくれました。過去に乗った他の車だと、もっと前の車との車間距離が詰まった状態でその機能が作動するっていう感じで、結構その作動の仕方も強烈で、ちょっと違和感、操作性に違和感があるなっていう感じだったんですが、その違和感がかなり解消されてます。結構手前から反応してくれるってのがいいですよね。あ、なんかまるでワンペダルドライブの車に乗ってるかのような感覚ですね。あくまでも私の運転の仕方の場合なんですが、程よい感じの減速をしてくれます。あとこの時ちゃんとブレーキランプも点灯してますね。このメーターの部分で今ブレーキランプが点灯しながら減速してますよとか、そういった表示が出るようになってます。これなら後ろの車に乗ってるドライバーも安心ですね。ブレーキランプも何もつかずにいきなり減速するというわけではないので分かりやすいですよね。これ今前の車は相当間が空いてるんで、この状態であえてアクセルを離すと、まあ普通の車、他の車と同じように緩やかな減速というよりは惰性で進んでいくっていう感じですね。他のハイブリッドカーとかと同じ感覚です。また前の車が止まりかけてるんで、ここでアクセル離すと、おお、あ、すっごい滑らかに減速しましたね。今減速し始めもいきなりガクンってくるんじゃなくて、じわっと減速 G が強くなって、そしてブレーキランプも点灯しました。これこれこれ、また今もこれブレーキ踏んでないのに勝手に減速してって、この辺で減速 G が弱まりますね。で、あとは自分でブレーキを踏めば OK。 あ、これ使いやすいですね。乗りやすいです。違和感なくドライバーを補助してくれてるって感覚ですね。これまでこういった運転支援機能、結構自己主張の激しい、いかにも機械が制御してるなみたいなぎこちない動きのものが多かったんですが、このシエンタは滑らかですね。え、すご。今一車線の道路で結構左右にお店が並んでいる、そういった区間を今走行しています。やっぱり両サイドにお店があるということで、頻繁に車が駐車場から出てきたり、あるいは駐車場に入っていったりといった動きが多い区間なので、しっかりと左右に広く視界を保って運転した方がいい場所なんですが、ここでも
このシエンタの視界の広さっていうのが際立ちますね。ここの三角窓、これが大きいのも意外なほどこれ視界の助けになってますし、あと何よりこのピラーですね、 A ピラー、これ意外なほど細い。最近の車はどれもぶっとくって、しかも距離も近いっていうものが多いんですが、このシエンタに関してはこれ細いし遠い、おかげで圧迫感がなくって視界もすごく良好です。本当に死角が少ないなっていう安心感がありますね。ずーっと右から左まで一つながりの景色として認識できます。衝突安全性などの理由から最近の車はもうここ太くなる一方で、もうこれは仕方ないものだって思ってたんですが、このシエンタに関してはその常識を見事に覆しています。まあ何にしてもこうやって視界が広く保たれてるってのはありがたいですね。なんか駐車場の取り回しもいいですね。なんかこう小回りが効きます。楽ですね。車体がちっちゃいってだけじゃなく、なんかステアリングの打角も大きいんで、あとこれですね、これ今ここなんかスケルトンみたいになってたの見えましたかね。これが便利ですね。駐車場の枠にどれぐらいかかってるかとか、車止めまでの位置も分かりやすいですね。今ちょっとコンビニで飲み物買ってきたんですけど、1リットルのペットボトルですね。これドアポケットに楽々スッと入るんで、これがまたいいですね。車によってやっぱりこういった大きなもんがこう入らなかったりってなるんですけど、これだけコンパクトな車がしっかりとでかいペットボトル入れれるっていうのは、これ嬉しいポイントですよね。おおほほほ、あ、結構いい加速しますね。今コンビニの駐車場から結構流れの速い幹線道路ですね、そこに出たんですが、やっぱり出てからすぐにしっかり加速しないと結構流れが速いんで、こう後ろから車どんどん迫ってきちゃうんで、結構グッとアクセル踏んでしっかり加速する必要がある場所なんですが、これが今なんか意外なほどスーって楽々加速しましたね。すごく軽快でした。あと車が変にブレることがなくって、結構な強めの加速してるのに、いざという時にはこうステアリングを切って対応できる、そういった余力が十分にあるなっていう、そういった余裕のある加速をしてくれてて、その分安心感が強かったですね。なんか見事にこれ進化してますね。もう先代までのシエンタの乗り味をイメージしてたら、もうこれほんと面食らいます。それぐらいの大きな差があります。これ普通に運転してて楽しいし、なんかこう重心が低いなっていう感じもあるんですよね。なので車線変更するとか交差点を曲がるっていう時にも、こう背の高い車特有のこうゆっさゆっさと揺れる感じがないんですね。こう結構キュッキュッって動いてくれて気持ちいいです。もっとステアリングを切りたくなってくる、そんな感覚ですね。いや、もうファミリーカーでこんなに気持ちのいい走りできる時代になったんですね。いや、驚きだ。今ちょうど隣をトラックが通ってます。で、こういった大型トラックが隣を通ると、なんかこう風がビュー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 ってきて、こう横の方にこう押し出されるような感覚ってありますよね。今は時速60キロで走ってる程度なんですが、この速度域に関してはそのトラックから来る風の煽りというのを何も感じませんね。この程度だったら結構背の高いこう横風の影響を受けやすい車のはずなんですが、特に何も感じません。
やっぱ空力なんかも昔と違っていろいろ考えられてるんですかね。先ほどから路面のうねりが大きな区間を走行しているんですが、意外なほど揺れませんね。車によっては結構ゆっさゆっさとこう前後の揺れ、ピッチが発生しやすいんですが、このシエンタに関してはそれがまるで感じられません。意外なほどに揺れが来ませんね。これちょっと驚きです。結構他の車もっとゆさゆさ来るものなんですけどね、来ませんね。不思議だな。車体がこう浮き上がるような感覚が全然ないんですよね。路面に張り付くような感じです。今レーダークルーズコントロールを使用しています。これは全車速対応型となっていて、このモードだとブレーキに足をかけなくても停止まで持っていってくれます。そして前の車に合わせて発進して加速していきますね。あ、すっごい楽。しかも所々交差点を通過するときですね、そういったところは車線が途切れるんですが、それでもちゃんとなんか車線を見失いましたとかいうことなく、ちゃんと前に進んでいきますね。そのままラインをちゃんとキープして進んでいってくれます。で、適度な車間距離を取ってくれてて、あ、すごい、これすごい楽。あとは今左側の車線が結構消えかかってる感じなんですが、ちゃんと左側の車線も認識してますって表記が出てますね。ではここでアドバンストパークも試してみましょう。こういった駐車場の駐車枠のすぐ近くに車を止めて P ボタンを押します。そうするとこんな具合に駐車スペースの候補が出るので好きなやつを選びます。今回これにしてみましょう。で、開始。あとは発進するにはブレーキを離してください。あとはブレーキを離せば前進します。全部自動でやってくれます。交代します。こんな感じでハンドルには一切手を触れていません。アドバンストパークを終了しました。見事にバッチリ真ん中に止まってくれましたね。では今度はさっきよりもうちょっと意地悪な状況で試してみます。こういった感じで結構左右のスペースがそれほど広くないとこですね。で、奥行きもあまりない駐車場、ここでこの少し奥気味の方の駐車枠に車を止めてみます。今ちょっと少し前進しまして、この一番奥にある駐車枠の隣、奥から2番目ですね、ここに止めれるかどうか試してみます。ここの駐車枠ですね。ではこれで行ってみましょう。前進します。交代します。これはなかなか難しいですよ。できますかね。前進します。交代します。前進します。交代します。かなり混乱してますね。アドバンストパークを中止しました。この状況ではちょっと難しかったようですね。まあこの状況は我々が手動で止めるときも結構苦労する状況ですからね。まあこれは仕方ないといったところでしょう。そしてこのシエンタにはさらにもう一つ便利な運転支援機能があります。
それがビューボタンというやつでして、このディスプレイ横のこのボタンを押すと、こうやって車両周辺の様子が確認できるんですね。こちらは周囲360度、そしてこちらはフロントバンパーに設置されたカメラが左右180度を見てくれるんですね。実際に見るとこういう感じとなっています。このフロントカメラの機能ですね、見通しの悪い交差点とか路地で大活躍するんですよ。例えば古い住宅街って結構このブロック塀がギリギリまでこう全部来てて直角になってて、めちゃくちゃこの左右の見通しが悪いところって結構あるじゃないですか。ああいったところってこう体前に乗り出してこうやって左右確認しても、それでもまだフロントバンパーとこの運転席との間には距離があるんで、結構車前の方を突き出すことになるんですよね。なのであれって結構いつもおっかないなって思ってたんですが、このフロントワイドビュー機能を使えば、あと鼻先をちょこっと出しただけで左右の確認ができるわけですね。なので私、こういった機能ついてる車に乗るときは必ずと言っていいほどこの機能を使うんですね。ただ結構今までの車ってこのビューボタンが押しにくい位置にあったんですよね。こう運転席のこのハンドルの右下のあたりのなんか他のスイッチが並んでるところにこうそこにあって、そのうちの一つなので手探りで分かりにくいし、こう目視で見ても見にくいし、でちょっとこう運転中に操作するのは結構難儀する場所でした。それがもうパッと目につくし、ハンドルからちょっと手伸ばすだけですぐに押せる、こういった位置にこのビューボタンが来たおかげですごく使い勝手のいいものになってますね。この動画をご覧の視聴者さんたちでシエンタに試乗するという方いらっしゃれば、ぜひこの機能を試してみてください。本当におすすめです。今自動車専用道路に入りました。ここは制限速度が時速70キロから80キロとなっていて、結構アップダウンも激しいところなんですね。かつ路面のうねりが大きな区間もあったりするところなので、ここで高速走行時の安定性などを見ていきます。そして早速結構な勾配の上り区間に入ってるんですが、ここで力不足を感じるってことないですね。前の車に普通についていけてて、ちょっとアクセルグッと踏み込めば余裕で加速していきますね。もちろん鋭い加速というわけにはいかないんですが、アクセルを踏み込んでも全然加速しなくって、なんか後ろの車を詰まらせてしまうっていう、そういった心配はこの車なら全然ないですね。あと今日はですね、台風が通り過ぎた後ということもあって、まだちょっと風が強いんですね。そういったこともあって風切り音が少し聞こえるんですが、これだけ風が強いからようやく聞こえてくるという程度ですね。ロードノイズに関しても意外なほどしっかりと小さく抑え込まれています。ここまで車内の騒音が少ないとは思いませんでしたね。もっと音が響くものだと思ってました。少なくとも先代のシエンタはそれなりに音が入ってきてたんですよね。それが格段に少なくなってます。もちろん全く入ってこないわけではないし、やはり高級車に比べれば車内の騒音はそれなりに入るんですが、このクラスの車にしてはあれこんなもんなのっていうぐらい小さいんですよね。いや、よくできてますねこのシエンタ。ではここでレーダークルーズコントロールを試してみましょう。ステアリングのスイッチを押せば開始ですね。今右足はアクセルやブレーキから離して、そしてハンドルを握る手の力ももうほとんど入れていない状態です。全く握らずにいるとちゃんとハンドル持ってくださいってアラートが出るので、離すことはできませんが、でももう本当今は車にお任せ状態です。今ちょっとこうクイックイッと
修正台を入れてましたが、これ機械が、車が自分でやってるんですよね。私が操作したとか全然ないです。本当これ車の動き邪魔しない方がいいなってぐらい正確に中央をトレースしてますね。このレーントレーシングアシストという機能、すごく優秀なだけに、もう本当機械にお任せしたいんですけど、力を抜き切っているとステアリングを保持してくださいってアラートが出て、こうキュッと力入れて、またしばらくしたらだんだんこう力が緩んできて、またそしたらアラートが出ての繰り返しになるというのがちょっと煩わしく感じますね。まあここまで正確だからこそなわけなんですが、今年の2月頃ですかねに試乗した新型のノア、あれはドライバーがちゃんと前を見ているかを監視するセンサーがこの辺についてて、そのセンサーがあるおかげでステアリングは全然力を入れずに本当にそーっと触れてる程度で大丈夫っていう代物だったんですけど、あれと同じ機能を他の車にはつけないんですかね。シエンタにもつけてくれるとすごくありがたいんですけどね。もしかしたらオプションであるのかな、そういう機能も。ちょっと後で調べてこの辺なんかテロップ出るようにしたいと思います。あと上り区間でエンジンがまあ当然かかって回転数もそれなりにちょっと上がるわけですが、それでも時速80キロでちょっと上りの区間で2300回転程度と結構回転数も低めですね。でかつエンジン音も意外なほど静かです。もっと音が響くのを予想してたんですけどね、あれこんなもんなんだっていう感じです。普通こういったコンパクトカークラスの車ってもっとけたたましいエンジン音がするものなんですけど、意外なほど静かですね。いやこれもちょっと驚きのポイントです。今ちょっと路面のうねりとかくぼみ、そういったものが多い区間を通ってるんですが、ここでも意外なほど車は揺れませんね。このくぼみとかの段差を拾わないって言えばいいんですかね。体にあまり衝撃が伝わってこないんですよね。あとはシート、これシートの座りがいいですね。こういったちょっとしたうねりとか段差を越えてても体がグラグラと動きにくいです。決してこうスポーツカーとかこう走りを重視した車のようにがっつりと体をキュッとホールドするという感じではないんですが、でもこう体が上半身がグラグラ動きにくいし、腰回りとかお尻のところもこうズルズルと滑る、動いてしまうっていうことがなくて体が安定してます。なのでこの車サイドサポートが結構がっつり出てるんですけど、このサイドサポートに体を預けるまでもなくシートがいい具合に体をホールドしてくれてるという感覚ですね。峠にやってきました。ここでは結構左右にくねくねと小さい R の小さいコーナーが続く上に結構勾配のきついところも多い区間なんですね。なのでここで峠走行での乗り味を見ていきます。で早速右に左にと切り返していってるんですが、車の安定性が高いですね。結構これルーフの高さがある車なのにロールがほとんどしません。足回りがしっかり踏ん張ってるというだけでなく結構重心が低いんだなって感じる、そういった動きですね。車体の底面が路面から離れようとしない、そんな感覚です。車体剛性もしっかりしてますね。コーナーの途中で段差を拾ってで急に内側に切り込んでいくとか外側に膨らんでいくといった乗りにくさも全然ありません。おかげで運転しやすいです。結構きつめの勾配も全然楽に登りますね。ここからさらに加速しようと思えば
という感じでアクセルを踏み込めばちゃんと加速していきます。もちろん大排気量車のような鋭い加速というわけにはいかないんですが、でもちゃんと速度上げたいと思ったら上げていける、そんな感じですね。そしてこの大きめに張り出したサイドサポート、これしっかりとした硬さもあるおかげで、体がこのサイドサポートに支えられるんで、小さな R をキュッと曲がっていくときも楽ですね。それこそ今曲がってるこのカーブ、サイドサポートに体をちゃんと預けることができて楽ですね。いや、これは乗ってて楽しくなりますね。もちろんスポーツカーほどとは言わないんですが、こういった車にしては随分と気持ちよく走れるなぁと。ファミリーのためにみんなが楽に乗れる車が必要なんだけど、でもある程度は運転も楽しめる車がいいなぁなんていうお父さんにぴったりなんじゃないでしょうか。普通にファミリー版として圧倒的な優秀な車でもありますからね。今度は下りに入りました。ここは結構ブレーキをしっかり踏まないといけないくらいの急な勾配の区間なんですが、結構自動で減速してくれるんですよね。こういうところでもアクセルを離しただけで結構強めに減速してくれて、それで補えない分をブレーキペダルで調整するといった感じです。ほんと優秀ですね。いちいちシフトレバーを B に入れなくても勝手に判断して、でそれがなかなかちょうどいい塩梅で作動してくれるっていうのがすごいですね。はあ、車ってここまで進化してるんですね。ここまでトヨタの新型シエンタをじっくりと試乗してきましたが、まとめとしましては、快適性や使い勝手が大幅に向上した内装だけでなく、車幅感覚がつかみやすくて小回り性も向上していて、周囲の確認がしやすいだけでなく、運転が楽しくなる機敏さと安定性まで備えているという、誰でもどこでも楽しく過ごせる、さらに間口の広い車に大幅進化しているなと思いました。今回はトヨタのシエンタハイブリッドの燃費計測です。この車、車内が広くて人も荷物もたっぷり乗るのに燃費もいいと評判なので、どういった数値が出るか楽しみですね。今の時刻は午前10時10分。そして燃費履歴の方は一旦リセットしました。エアコンの設定は温度が 25.5 度、送風量は最小にしてあります。理由は送風量が大きいとマイクが風の音を拾ってしまって声がうまく届かなくなるからですね。また燃費を良くするエコヒートクール、これもオンの状態で運転します。そしてシートヒーターもオンにしてあります。このシートヒーターを使うことでエアコンの使用量を減らして燃費を上げることができると思います。では出発します。やっぱり小回りが効きますね、この車。あ、それと今これ自動でこの前方左右を見るモードとかが自動で出ましたね。これありがたいですね。では出発します。あ、というか道路に出ますですね。あ、やっぱ小回りが効くな。こういったちょっと駐車場から道路に出るっていう時も、両サイドに柵が立っててもそれを気にせずにくるっと回っていきますね。まだまだちょっと車内寒いんですが、シートヒーターのおかげで全体的にポカポカしてますね。シートの座面全体があったかいですし、背もたれもずっとこの背中のあたり、この辺ですかね、肩甲骨のあたりまであったかいです。おかげでエアコンの風を強くしなくても普通にあったかいんですよね。車内では薄着でいられます。
ほんとシートヒーターありがたいですね。やはりコンパクトカーということもあって、車線の両サイドとの余裕ですね、これが結構たっぷりあるなっていう風に感じます。おかげで普段の道が広く感じますね。これは車幅感覚がつかみやすいっていうのもあると思いますね。その2つの合わせ技といったところでしょう。あと視界がめちゃくちゃいいですね。もう窓一つ一つが大きいので車内も明るいんですよね。かつ視界を遮るものがほとんどなくって、すごく気分がいいです。左後方の巻き込み確認をするときも窓が全部四角くて大きいんで、本当見落としがないかなっていう不安がないっていうのがすごいいいですよね。今度は交差点を左折したんですが、やはり左後方の巻き込み確認もしやすいですね。このサイドウィンドウが四角くてでかいし、クォーターウィンドウもそこそこサイズがあるし、このおかげで左後方の視界ですね、これが一つながりの景色のように認識しやすいです。ステアリングですね、これ結構小ぶりだなって印象があるんですが、おかげでステアリング操作がしやすいです。ちょっと交差点を曲がるときとか、駐車場内での取り回しですね、くる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 っとハンドルを回しやすいなって感じます。あとアスファルトの目が粗いところを通ってるときですね。あ、今ちょうど通りました。結構車内に入ってくるロードノイズ小さめに結構頑張って抑えられてるなって感じが印象があります。以前試乗した時の動画でもお話ししたんですが、前に車がいて、でその前の車との距離がちょっと近いなっていう時にアクセルオフにすると強めに減速がかかります。そうやって車間が詰まりすぎるのを抑える、防いでくれる、そういった機能がついているので、より安全性が高いですよね。アクセルから足を離してブレーキを踏むまでの間の空走距離、これを短く抑える効果もあると思います。今ショッピングモールの立体駐車場に入りました。こういった場所ではやっぱり両サイドの壁にぶつからないようにとか、柱にぶつからないようにってちょっと気を使うことがあるものなんですが、いや楽々ですね。もともと大きな車体ではないっていうのに加えて小回りがよく効くんで全然不安がないんですよね。楽々運転できます。今度は下りに入りました。こちらでも特にこれといった不安はないんですが、全くブレーキを踏まずにいるとそこそこ速度が上がってしまうので、自分で速度調整は必要ですね。今試しにこのエンジンブレーキを強めにかけてくれる Bという状態にしているんですが、それでもさすがに全くブレーキを踏まなくってもいいとまではいかないですね。その程度には勢いがついてしまうので、ちゃんとブレーキ操作を意識するようにしましょう。それ以外は至って何の不満もないというか、まあこれも別に不満ではないんですけどね。それぐらい乗りやすい車です。ほんと周囲が見やすいですよね。こうして延々と街乗りしていて思うんですが、シエンタってほんと不満がないですね。何をするにしても本当にまず視界がめちゃくちゃ広くて気持ちがいいし、運転してて力不足を感じるとかもないですし、エンジンはもちろんエンジン音聞こえてはくるんですけど、うるさいなぁとはならないんですよね。もちろん高速走行すれば風切り音やロードノイズ、そしてエンジン音ももっと大きく入ってくるんですが、街乗りに関しては全然不満が出ませんね。
車幅感覚もつかみやすいんで、ちょうど今通ってる区間とか工事も結構してて、ところどころ道幅が狭くなったりしてるんですけど、なんかそれで端に寄ったりとかするのが全然怖くないんですよね。車によってはちょっと車幅感覚がつかみにくくて、今どれぐらい左に寄ってるのかがちょっとわかりづらいってなることもあるんですが、この車全然それがないんですよね。こういったいわゆるミニバンと呼ばれるスライドドアを備えた車っていうのは、どうしてもボディ剛性の確保が難しくなりやすいんですね。そのため交差点を曲がるときとか、峠道でこう右に左にと細かいコーナーをキュッキュキュッキュ曲がるようなとき、こういうとき車が外側に流れていくなっていう感覚になりやすいんですが、そういった感覚が全然出ないんですよね、この車。それだけボディ剛性がしっかりしているということでしょう。おかげで乗ってて楽しいですね。ミニバンで運転してて楽しいっていう時代が来るとは私思っていなかっただけに、ほんとこれ驚きです。唯一惜しむ楽は電動パーキングブレーキがついていないというところですかね。パーキングブレーキは足踏み式となっていて、まあ手動というか、まあ自動ではないわけですね。ここだけが惜しいなっていうところでしょうか。出発地点のトヨタカローラ大分が見えてきました。走行時間は今ちょうど約1時間といったところですね。で、このままお店には戻らずに、もう一度同じルートを通ります。もう一周ですね。これはなぜかというと、他の動画でも毎回言っているんですが、同じルートを通っていても、その日の状況によっては信号のつながりだとか、あるいは交通の状況が異なることが多いんですね。たまたまその時だけ、ちょうどその区間だけ車が多かった、少なかった、なんてことになって、どうしてもデータにばらつきが出やすくなるので、もう一周同じルートを走ることで、そういったばらつきを少しでもこう慣らして少なくしようというわけですね。では、もう1時間ですね。安全運転で行きます。2周目も間もなく終了ですね。時刻は12時18分。出発から2時間ちょっと経過したところで、ゴールまであと1キロから2キロといったところですかね。もうすぐにトヨタカローラのお店に到着ですね。で、2時間ちょい運転して感じたのが、意外なほど疲れないなってことですね。シートもこれ座面がしっかり前後調があるおかげで、ももも痛くならないし、あとやっぱり運転しやすいので、変にこう気を張ることもなく運転できてて、意外なほど疲れないなってことに驚いています。これなら家族を連れてちょっと郊外の方までドライブ、行楽に出かけるってのも全然余裕ですね。トヨタカローラ大分のお店が見えてきました。これで2周、燃費計測ルートの2周完了ですね。私も燃費計は一度も見ないようにしていたので、どういった結果となるか楽しみですね。では結果発表といきましょう。現在の時刻は12時23分。走行時間は2時間ちょっとといったところですね。ちなみにこの EV 走行比率というのは 80% となっています。ほぼほぼ EV って感じですね。走行時間はこちら1時間28分と出ていますが、途中ちょっとトイレ休憩に寄ったので、その時にエンジンを切ったので、こういった数字となっています。トリップインフォメーションを見てみましょう。こちらは瞬間燃費ですね。平均時速は19キロとなりました。で、履歴の方、見てみましょう。お！ 24.8 キロ。
あとちょっとでリッター25キロというところですね。これは優秀だ。こんなに中が広い、3列目シートまで備えた車でこの燃費。いや、凄まじいですね。ほんと最近のハイブリッドカーってどれに乗っても燃費がいい。すごいな。と、このように、今回の検証では、実燃費とカタログ燃費の乖離は 8% 程度となりました。一昔前までは、リッターあたり10キロを超えれば燃費が優秀なんて言われてた時代もあったのに、最近はどの車に乗っても本当に燃費がいいですね。さて、今回の動画は以上で終わりとなります。いかがでしたか？面白かったよとか、役に立ったよという方は、よろしければ高評価とチャンネル登録をお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。